場合は、はい、負け格なんですよ。でしょ。その時はおっしゃるんです、あの席に負けた YouTuber、 あ、宝くじ YouTuber 界の田代ツイッターとかじゃなくて、そうそうそう、ガチですか。一時期な、あの、名前ですか。きつい名前。おい、関。おい、聞けよ、関。関の確率チャンネル。おい、関。お前だよ。お前さ、あんだけ、スクラッチ、自由形、あんだけ、宝くじ自由形、やるっつって、俺、罰ゲーム聞いてねえから。な、関。お前、しかも名前、たし、って。やりすぎじゃねえか。なあ、関。関よ。おい、どうした？気狂ってんのか、お前。なあ、関。俺に一つ提案がある。お前、一応、関西人だよ。だから多分年末帰ってくると思うんだけど、俺と勝負しないか。そう。俺もやったことないけど、協定のチャンネル、一緒に撮らないか。それで、お前が負けたら、俺がまたお前に罰ゲーム食らわしてやるから。お前登録者数1万人あんだろ、勝てんだろ、俺より数字持ってんだろ、逃げんなよ。なあ、待ってるから逃げんなよ。お前マジで逃げんなよ。